ご覧ください、はいはい、どうぞ。それではお願いします。あれ、あれ、また、本物だ。こんにちは、森田鈴香です。アミミ卒業おめでとうございます。アミミとは初めて会った時すごい大きいなと思って、身が大きかったんで、うわちょっと怖い人やなと思ったんですけど、一番最初に仲良くなったのがアミミで、プリクラを一緒にプレゼントしました。持ってますか？まだプリクラ。うちは持ってないんですけど、だけどすごく持ってるわ。持ってるよ。アミミがみんなが言えないことをズバッとみんなに言ってくれたりして、すごいスキッとして、アイドリングメンバーにとってそういう頼りがいのある頼もしいお姉ちゃんっていう感じでした。卒業ということで、ちょっと寂しいんですけど、まあうちはそんな寂しくないですけど、いっぱいテレビでも見てるし、これからも頑張ってください。うちも頑張ります。では卒業おめでとうございます。ありがとう。森田鈴香でした。このパターンでおばちゃんの人を散々見すぎてるから、逆になんかあっちが本物だったんで。いかがでしたか、2期生の皆さんは。嬉しいね。最初に仲良くなったのアミちゃんね。そうだよ。スーちゃんとよくあのそのプリクラ撮りでご飯とか行ったり、高校生だったからお互い行ってたり、あと結構スーちゃんって仕事に真面目じゃないですか。だから結構真面目な話とかもしたりして、なんか仕事の話するってあんまりメンバーとないんですけど、あ、ひーちゃんとはまあプライベートでも仲いいからあるんですけど、なんか今考えればスーちゃんと結構仕事の話してたなって。だってアミミって命名したのスーちゃんですよ。そうなんですよ。そうなんだ。私はアミニャンって呼ばれたかったんですよ。やばいね。アミニャンって呼ばれたかったけど、その時にガツガツ言ってたセリナが、私がセリニャンだからやめてみたいな。前番組やってた時に、その時にあの大人の方々から呼んでくださったので、知ったことじゃないですか。そのことからごもっともです。あ、そっか、それで奪い合いがあったんだ。長野さんと確かに確かに。だからもう2期入った時にすっごいガツガツ言ってたのが私とセリナだったんですよ。確かに2人がとりあえず目立ってたもんね。そうなんですよ。でも